Hello, Bit Byte Boy fam, welcome back to my channel. So let's play another Genshin today. I'm gonna do some also world quest here. So there is one nearby. Let's do this. Talk to Madame Ping. Hello, Madame Ping. Not a name. Jesus. Did they pick up a really at least good name? Madame Pink. Is there any shortcut? Yes. I'm gonna move all this way. Oh! What happened? Madame Pink, here we come.子供たちよ、こっちに行きなさい。あ、調査がしてたところよ。どうしたんだ、ピンマヤ。何かオイラたちに手伝ってほしいことでもあるのか。いや、子供たちは理由へ子のために十分手助けをしてくれた。これ以上面倒はかけられんよ。今回はバーヤの仲間たちと一緒に 子供たちに贈り物を用意したんじゃ。お、贈り物。I only did as I should. You were too kind. Yes. 子供たちよ、まだ理由に来て間もないというのに、もう世渡りが上手になったみたいじゃの。じゃが、この贈り物は何が何でも受け取っておくれ。 以前、先人の鈴を探すために壺に入ってもらったとき、おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いての。まだまだ旅は長いんじゃ。このままじゃいかん。幸い、バーヤは年こそ取ったものの、まだわずかながらに外形の力を使える。What subspace creation? Could you just tell us? まだ言っておらんかったか。バーヤたちは昔、帝君から恩恵を受けたことで、三眼五剣の力を身に宿しておるんじゃ。いろいろと能力はあるが、その中でも外形の力は小さな世界を想像することができる。前に子供たちが入った壺も、その力で簡単に作ったものなんじゃ。 あんなすごい壺なのに、簡単に。あの世界を成すためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。帝君はその昔、山を動かし海を埋めたんじゃ。それこそ神業と言えるものじゃろう。まあ、昔の話はこの辺にして。 その贈り物じゃが、まだ最後の材料が足りておらんのじゃ。What are the missing materials? I can help you look for them. Yeah, just tell us what the name of the materials. そうなの。アイラたち、探し物は得意だからな。材料探しなら任せろ。まあまあ、二人とも、そうせかすでない。もうすでに足の速いものに任せてある。 必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探すのがちと難しい。それに、今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからの。And what are those if I may ask? 例えば、敵家州の河原下にある借金の泥とかじゃな。以前この泥を取るときは、 瑠璃百合がたくさん咲いている場所を探さないといけなかった。そして瑠璃百合の根をたどって掘っていき、運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが敵家衆があんなことになってからは、もう誰もこの方法を使うことができなくなった。さらにそれより困難なのが、双眼鏡園から採掘できる
水角石じゃ。黒岩城があそこで採掘を始めてからはそれもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な戦物で、常人では仙人の気に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃろう。あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。 Who is this child? ティンバーヤは仙人だし、その子も仙人なのか？まあ彼女も仙人と言えなくもない。なくもないって、なんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだ？どこに行っても仙人に会えそうだし、もしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな。ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしな。バーヤ、ただいま。おや、この二人は？紹介しよう。この子はエンヒ。さっき言ってた子じゃよ。エンヒ、こちらは旅人と彼の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。仙岩軍の記録に詳しく載っていたから。以前、ゲーセン儀式の騒動で仙岩軍に不審者として指名手配され、絶雲の間で仙岩軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退。七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。Shame. そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らすとまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといい。ああそうだ、私の名刺を、連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああそれと初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。Are you really a deep オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて岩王帝君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。 OK。 なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか？なんで急にそれを放り出して結婚したんだ？お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚をした時、帝君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて。まあや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。縁妃、何か案はあるかの？リーユエコーを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。分かってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも
別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。 What? She's getting a book? Jeez。 うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ？商業競技、鉱石、スネージナヤ。見つけた。 She really found it. このクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。 What a cringy lady. 彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。We are coming with you. お前も一緒に来るのか？あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。This looks like a long... We can't teleport or we can just fly. Not that much far, right? No.Hello, Russell. What did he pick his name? クロッサールさん、商売はうまくいっているか？ええ、遠視さんのおかげで順調です。先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも、少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？そのことですか。はい。確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。遠視さんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが、あの髪飾りは今志向さんという女性に貸しています。もしご覧になりたいのであれば少々待っていただく必要が。水角石って希少なものなんだろう？そんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて、壊れたりなくしたりしたらどうするつもりなんだ？それは心配いりません。貸し出す時に志向さんと契約を交わしましたので、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。No ambiguous there. 本物であることへの絶対の自信。10倍の支払いを約束するとは、なかなか肝がある。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。それにこの契約なら、私と彼女共に利があり公平です。では志向さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねてかんざしを見てみたい。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので、マップに記しておきますね。感謝する、クロッサルさん。では私たちは志向さんを探しに行こう。Now to who? Oh, he's up there. Okay.Hey! Not that much far. Sorry, we come an unofficial way. Excuse me, are you Zikuya? Zikuya? Hi, Shiko, ですが、私に何か。突然すまない。私たちは志向さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだ。そのかんざしに興味がある。
見せてはくれないか。そのかんざしは今お見せできません。うっかりなくしてしまいまして。きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこで。このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら、私そんなお金は。Why did you need them in the first place? 私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡園が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、それを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、その見くびられないためにもある程度の風格を保ちたかったからなのです。しかしそのかんざしをなくしてしまっては、どうしましょう。なんかよく見る展開になってきたな。Maybe because this is the part where we say we can't help. Yes, we could. 手伝ってくれるのですか？冒険者協会にも依頼したのですが、未だ音沙汰なく。ちょっと待った。探すのはまだ。志向さん、契約書を見せてはくれないか？契約書ですか？わかりました。ずっと持っていたので。はい、これです。どれ？そうか、縁妃は効率化だから思考を手伝ってあげられるんじゃないか。 That would be a little unfair to Crossel. それもそうだな、yes. でも両方うまくいく方法はないのかな。なるほど、契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。契約にのっとり志向さんは確かに髪飾りの金額を弁償する必要があるな。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも、水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか。ああ志向、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別するんだよ。どう考えてもそのかんざしを見つけるしか。だがかんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか調べる必要もなくなる。確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに弁償を。 It's such a huge sum of money though. いくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。契約精神に従わないでどうするというのでしょう。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきます。確かにそれも法律にのっとったやり方だ。しかしその前にかんざしに関する問題が残っている。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時どんな感じだったか教えてくれないか。一番最初に触った時ですか。確かかんざしには鉱石がはめてあって、上品な玉石と同じよう触り心地が良かったです。私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません。触り心地がいい、上品な玉石。 Is something a matter, baby? 何でもない、baby. ただ少し再調査すべきことができた。ひとまずクロッサルさんのところに戻ろう。Okay. Let's get back to him. Shoot up!
This is our best entry, dude. エンヒさん、どうしてまたここに？おや、志向さんまで。おやおや。どうでしたか、あのかんざしは。なかなかのものだったでしょ。あのかんざしは…なくした？ご冗談を。あのかんざしがいくらするのか知ってますよね。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。ちゃんと契約通りに弁償しますので。弁償？どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか。ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうど縁日さんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな。当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。偽物でしたら10倍の額を支払います。わかった。では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロッサルさん、ここで待っててほしい。それではお願いします。まったく、あのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり支払ってもらいますよ。どうやらお金を集める方法を考えなければなりません。How? 志向さん、少し話したいことが。ここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。話とは何でしょう。その弁償額を伝えるとかですか。違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水角石じゃないかもしれないということだ。No, Smragdus, Jiggy, what the hell is this? え、どういうことだ。まさかこっそりかんざしを見つけたのか。私は冒険者協会の冒険者じゃないから、使い走りみたいなことはしない。私はただ推測しただけ。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので、濃密な元素力が込められている。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものではない。志向さん、そのかんざしを持っていた間、体に不快感は？ありませんでした。何もかも正常で、どこも不快なところは。それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、クロッサルさんの周りには元素の痕跡があった。私の推測が正しければ、例の水角石は彼が持っている。それなら直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。ああ、それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなる。 A very vivid description, baby. おお、まるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。もっと巧妙な方法はいくらでもある。いつか時間があったら教えよう。では、エンヒさん、こういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうか。
もちろん問題ない。けどその前に志向さん、この契約に署名を。え、なんでまた契約を？I had one more for every time I hear the word contract. なんだか、エンヒは他の人よりも契約にこだわってるみたいだな。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。引き続き調査を依頼したいなら、きちんとした契約を行う必要がある。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします、エイシさん。問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして、さらにここに住所を。あ、それと違うページにも署名を。5ページ7ページあと最後のページ、すべて署名して。それからこの書肉で母印を。これが契約を交わすってことなのか。ページ数がすごく多いぞ。 Such an ordeal. これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認してほしい。すべて目を通しました。問題ありません。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。 Need me to do anything, baby? 大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しくはない。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならばこの機会にちゃんと見ておくといい。でもエンヒさん、どうして私なんかのために？私たちも水角石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。もしかすると本当に水角石を手に入れてるのかもしれない。まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。このまま行けば本当に水角石を見つけられる可能性がある。それに法律を利用して悪事を働く者を、私は許せない。この話はここまでにしよう。まずは鉱石の加工。あったあった。まずは海水溝の石床のところへ行こう。鉱石の加工に関して彼は専門家だから。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら、石床が最良の選択なのは間違いない。トキシト。ハローシト。いらっしゃいませ。おや、エンヒさんじゃないですか。今日はどのようなご用で？まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよね？そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきて、それを水角石だと言っていました。私も初めて水角石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので、深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水角石を加工した時のかけらは残ってないか？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので、見たければどうぞ。ありがとう。早速見せてもらう。Thank you, Shito. This is for you. Sorry. Observe. この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。Smartest nephrite? はい。
そう珍しくはない鉱石の一種です。値段もあまり高くなく、装飾品によく使われています。以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外装らしいのです。まだちゃんと証明されたわけではありませんが。水岩石と水角石って一文字しか違わないな。気になるのならそのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素のみじんもないただの鉱石だ。そうなのか。じゃあ元素資格で見てみようぜ。どうだ、何か見えたか？ Not a trace element energy。 本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて本当にすごいんだな。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く付き合っているだけです。Why couldn't she to tell them apart? この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに、市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。今日はそれを調査しに来たんじゃない。しかし関翔さんは仕方ないとして、どうしてクロッサルさんまで？計り知れない行動の裏には計り知れない理由がある。そのかけらを持って戻ろう。 Thank you. Now let's talk to Shito. エンヒさん、これは一体？もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきたとき、確かにこの鉱石を水角石と言ったのか？はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水角石の加工と書かれているでしょ。それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが、いいだろうか？はい、大丈夫ですが、一体何をするのですか？用事を済ませるためだ。ああそうだ、この証明書に署名を。これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んでくれ。はい、わかりました。その、エンヒさん、ぶしつけなことをお聞きしますが、今回は一体誰が面倒を起こしているのでしょう？面倒とまではいかない、ただ小さな問題だ。ありがとう、伝票と書類は確かに受け取った。この証拠があればクロッサルは何も言い返せないだろうね。これだけじゃまだ足りない。私たちにはもっと有力な証拠が必要だ。装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。Again, Airbook. Jesus. 装飾品、装飾品、どこだったか。ああそうだ、正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。彼女のところへ向かおう。もうわかったのか。一体どんだけ知り合いがいるんだ。毎日法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都、つまりここでは法律はとても重要なんだ。でもあのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて、なんというか読んでもわからないし読み切れないと言えばわかるだろうか。だから法律に関する手助けができる法律家はとても需要がある。法律に関する手助け？でも法律って難しいんだろ？読んでもわからないし読み切れないなら。それは大丈夫。現在に至るまでの法典はもうすべて暗記してるから。すべて法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。 That's how a deep tea becomes so deep that everything 仙人とは関係ない。ただこういうのが好きなだけだ。すごいことをさも当然かのように。 I don't like her. さあ正規さんのところへ向かおう。
Okay, let's back to the old Baba. Talk to Xing. Xing. Oh, we need to go to someone else. Not the same. What's her name? Xing Xi? Xing Xi. Jeez. Hello, Xing Xi. It's like a Chinese name. 今日は何をしにここへ？もしかして以前のお客がまた何か？以前のお客さんはもう問題ない。今回は違う要件で来た。クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるか？クロッサル、ええ、覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。確かに鉱石を持ってきたことがある。水角石と言ったかしら。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その後やっとのことで作ってもらえたの。その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだからよく印象に残ってるわ。なんだか証拠と言えるものはなさそうだな。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時、ここに預けた鉱石を水角石と言った。それで間違いないか？ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったの。だから総務士の規則に従って売るときは総務士で記録する必要があった。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやってあげたの。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。正規さん、この書類を貸してもらえないか？いいわよ、どうせ私には何の役にも立たない書類だから。円石さん、もしかしてまた誰か面倒事を？大丈夫、ちょっとしたことだから。この書類は使い終わったら返す。ありがとう。なんでみんな同じ反応をするんだ？ Must be the nature of legal consultancy. よし、証拠も揃ってきた。最後に、ふぼくろの白術さんのところへ行こう。ど、バイズ？あの、首に蛇を巻いてるやつだろ？ Jesus. 何か用でもあるのか？水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないから、その最後の証拠を手に入れたらこの件も終われそうだ。Let's go to Baizu. 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 Baizu.Hello, Dr. Baizu. Oh, yeah? これは珍しいお客さんですね。これはこれはナナをお探しなら、今ちょうど薬草を取りに行っています。それと、円石さん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさかまた無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石、確か七蔵三景の第六中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三景によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格が歪んだりするとか。用事がなければ仏殿には登らないというほどです。円石さんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に
水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。その通り。Smart. 薬術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁石さんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうか？このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。どういたしまして。気をつけてお帰りください。あの白術って人、What is this? 前と同じで変な感じだったな。 Did anyone see that? He's floating. 何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違いかな。白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。Oops. Zap, dude. 縁石さん、調査はもう済みましたか？ Yes, 弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え、私が弁償を？ Yes. 縁石さん、何か間違えているのでは？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって志向さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか？縁石さん、私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。あの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、私たちが集めた証拠を出してくれ。 Show the evidence from the Jade Mystery. Show the evidence from Mixing Cube. Show the evidence from Babu Pharmacy. Which one?I think this one. 鉱石が偽物であることを証明するには海水口から得た証拠を先に提示する必要がある。どうやら本当にお前はこういう経験に乏しいみたいだな。 Okay, show the evidence from Bubu Pharmacy. 鉱石が偽物であることを証明するに、okay. これは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。それはあの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。そんな人がどうやって偽物であることを証明するのですか？それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。水角石の加工をして水岩石の石屑が残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そうですよね。Dude, you make it harder, dude. 一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。この後はどうするんだ？法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。旅人、出してくれ。 Second one? その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに総務士の印鑑だって押されてある。
かんざしに使っている鉱石は水角石です。そんな、二つ目の証拠もダメなのか。なんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ。確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はある。もちろんです。本物を証明する証拠がこんなにもあるのですから。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか。 The last one、 ボブファルメス。これは水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病、そして性格の歪み。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて。どうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな。しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら、総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は後できちんと総務士に提出するから。総務士がこの件を審議するときは悪いが出席してもらうよ。ちょっと待ってください。私は知って、知っていた。おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。へっ、そのかんざしにあるのはそういうものじゃなく。stupid guy. じゃない。じゃないって、もしかして水角石じゃないということか。それならクロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は。私と私の依頼人が待っている。うわ私は deserve you, asshole. ヘイヒ、なんだか突然人が変わったみたいだな。 Again, that's legal consultancy for you. 認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。asshole. しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い水角石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず、それになんだかずっと焦燥感に駆られて、それで福袋に行って聞いたんです。そうしたら、この石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかしそれでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを。本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志向さんに貸した後それをなくされてしまって。 So why did you charge Zikuya such an extortionate rental price? Like how much? Why did you pick up these hard words, Jesus? わ、私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていて、もし偽物のかんざしのことがバレたら、もうこの業界にはいられません。ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり志向さんに10倍のモラを支払ってもらう。10倍、今にも倒れそうだぞ。He is effed. 私は志向さんとの契約によりその賠償金の2割をいただく。 Whoa, 2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。
そんなに多くは支払わなくて結構です。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。飛行さん、あなたは、あなた様は。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。それでお相手ということで。 She's a very pure white heart. それは、She's stupid. はい、わかりました。その石のせいで散々な目に遭いましたし。エンヒさん、その水角石は差し上げます。これで報酬は足りるでしょうか。契約にはそぐわないけど、まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。 I would definitely choose the 10 times. エンヒさんのお時間が空いているときに改めてお礼をしに参ります。どういたしまして。ああそうだ、志向さん、もう一度確認するけど、もうクロッサルさんを許したということでいいんだな。え、はい、許しました。そうならよかった。クロッサルさん、私の依頼人はもうこのことについて追及しないそうだ。そうですか。よかった、本当によかったです。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて、綺麗な鉱石もあります。もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができれば、いい商売になると思うのですが。なるほど、少し考えさせてください。よし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。 Yes, though there were some twists and turns along the way. そうだな。 Yep. かんざしをなくしたって聞いたら、普通はそれを探すことになるのに、まさかこんな書類で解決しちゃうなんてな。でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。リーユを走り回ってかんざしを探すより、そのかんざしに価値がないことを証明する方が早い。 Can't say I've ever met an adeptus like you before. Yep. 仙人以前の戦いにお前が参加した時、バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都、仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が仙人よりもずっと役に立つから。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。 I think there is more than this reason involved here, Paimon. 必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。きっと待ちくたびれている。 Okay, let's go to the pink. I hit her name. Okay, there's a secret we can do from here. Shh, don't tell anyone. You can fly to her from here, by the way. Then, lunge on her. That is the fastest way, to be honest. Just there is one quest here, I don't want to come to it, that's all. 3, 2, 1. Now, you all! Choo! Hello, Madame Ping. Okaeri. Doja?水角石は見つかったかの。 Yes, we were. Thanks to Yanfi. よしよし。よしよし。これで材料はすべて揃った。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、
もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった名刺しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に関する問題に遭遇したら私を尋ねるといい。お得意さんには割引もあるから。この子ったら、もう戻るんじゃろう。戻らないならばあやの代わりに壺の掃除をしておくれ。今行くところだから。彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。まったく、一体誰に似たのやら。Do you need adeptus? そうじゃの。そうなじゃ。理由にも変化が訪れておる。仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁日はああ見えて、仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今の理由は、もう昔の理由じゃないからの。グラニー。さあ、おしゃべりはここまでにして。I need my reward. 本題に入る。贈り物もまだ作り終わってないからね。Almost 1 hour. And how long does it take? ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。Madame Ping begins to construct a gift. Construct a gift? これできたぞ。She needs your pot. It's all yours. What is this? 子供たちに贈ろう。落とさないようきちんと持つんじゃよ。もし割れたら、何が起きるかわからないからの。それとこの設計図、壺の中をもっとにぎやかにしたいならこれを使うといい。 OK, thanks old hag. Oh, I mean granny, sorry. この壺をどうやって使うんだ。心配はいらないよ。もうおちびちゃんを壺の中に呼んでおる。この人家壺に関することはその子に聞くといいじゃろ。Serenity port unlocked. This Hey! Jeez, let us read. Bottom or top in the short wheel, then select the inventory.Okay, let's navigate to gadgets. A teapot obtained from Madame Ping. There seemed to be a whole new realm within it. Place Serenity Pot. I don't know what is gonna happen. Enter the Serenity Pot, should we? Well, this will activate the teapot part 2. So, there's a new Serenity Pot head. There's the continuing this quest.Okay, so what I'm gonna do I'm gonna finish this quest here. We will come back to it anyway. To do this, all we have to do, go to our inventory, click it, enter that Serenity port.Whoa, what we gonna find? A preview, select floating abode, an island cluster suspended midair, a typical feature for many deep realms. No. Return. What about this? Emerald peak, a cloud piercing mountain peak. Well, that's how it looks like at least, but being inside a teapot and all that highest mountain probably reach no higher than the takeoff. Okay, blah blah blah.Cool, it's an island cluster surrounded by water. One wondered how many cups of tea can be brewed for them. Wow. Okay, let's select the first one. Select the realm. Do you wish to set the realm layer to floating abode? I don't know. Should we pick which one? What do you think about Bitbar? Just write me in the comment what do you want me to select. Or what exactly you wish. For me, I think cool is a...like an island, right?
The greenery, no. I think this one maybe. Yeah. I would select this one. Sorry! Whoa! Here we go! Get that chilting Paimon. You could carve us a whole house out of the rock. Go dig a bro to live in for now, I guess. Yep, the first one. Come on, let's check that chicken. It looks like a chicken. It is a chicken. It's a bird. Okay. An eatable bird. Yum, 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 yum. Finch. You mean a bird. I don't care. What's the name? I am a bird. My name is... What was the name? So should we name it? I think we have to name it. Tubby? What kind of name is that? You certainly look the part? What? Pinboyo. ピンのことでしょうか。そうです。私をここに呼んだのは彼女です。あなたたちのことも聞いていますよ。この同店内のことは全部私に任せてください。あなたたちの旅はまだまだ続くと思いますが、少なくとも安心して眠れる場所ができました。So what a teapot spirit exactly? Could you just give us something? そうですね。同店とは仙人によって作られたものですが、彼らは忙しく同店内の雑務を処理する暇がないのです。ですので仙人は同店の守護と雑務を処理するために私たち壺の精霊を作り出しました。簡単に説明しますと、私はこの同店の執事みたいなものです。そうでした。この同店について簡単にご説明しましょう。設計図は持っていますか？綺麗なお家や椅子とかが描かれている設計図のことです。設計図さえ持っていれば、この同店をあなたたちの望むがままに建て直すことができます。設計図、so it's like our own realm. ピンパイアから壺をもらった時、nice. 設計図もくれたな。早く確認してみよう。 That all the hack she gave us too, and we already clicked them.それです。設計図に間違いありません。ではそれを早速開いてみてください。まずは設計図の仕様を覚えましょう。それから必要な材料を集め、最後に頭の中で思い描くことで設計図の内容が壺の中に反映されるのです。そんな簡単に作り出せるもんなのか。もしかしたら壺の中に町も作れたりして。まあそれは難しいでしょうね。以前金色の目をした仙人からそのことについて聞いたことがあるのです。彼の話によると、同天は仙人の外形の力によって生み出されたものですが、仙人でも力の限界があるのだとか。つまりここは仮初めの空間であり、暇を得たいものが癒しと悠然の時を享受することはできるものの、あくまで仮ですので現実から完全に離れることはできないのです。金色の目をした仙人？もう一体誰だ。実は私もよく覚えておりません。しかもそれからその仙人とは会えていないのです。 How very strange. そんなことよりもう少し周りを散策してみてはどうです？
銅典についてもっと知ってほしいのです。もし聞きたいことがあったらいつでもお聞きください。 Where do we look for you, huh?Serenity Port Important Message. After using and summoning the Serenity Port, travelers can interact with it and enter the abode within. Travelers can also use and summon the port while they are within its confines. Interacting with the Serenity Port in this state will allow travelers to leave it. Travelers can also directly open the map interface and fast travel to any of the teleport waypoints to immediately leave the Serenity Port. Okay.Talk to the teapot spirits inside the Serenity Port to learn about them and manage all manners of teapot related affairs. Well, affairs. You can create all kinds of items from the creation screen. Material used to create items can be gathered all over the world. Yes, we already get a lot of these materials actually. After obtaining the furniture, use the place function to put it in the position. Place furnishing to increase adeptal energy rank. What is this?Serenity Port. As you adapt energy rank increase with flame currency will accumulate at a faster rate. Really? What can we do with that? Serenity Port. Spend flame currency in flame depot to purchase various items. Once in a while a teapot traveler salesman will visit your abode. There is a chance that he will bring some rare treasure with him. If you acquire the blueprint for a furnishing set, you can place furnishing by batch. You can select makeadjustment to individual furnishing when batching place. Wow, am I playing Minecraft here now? Jeez. Okay. Select. Never place, ensure that you follow our term of service, creation, blah blah blah. Accept. I don't care. I'll not read it. Building. Let's see what do we have. Whoa! One series access edit menu.On CD, access the edit menu later. Claim. Building. Oh, we cannot wait at this.Ooh, nice. Hello, Minecraft. Place. Some trees. We have some trees. Come on. You need it to look like sexy place. Well, let's put a tree here. Another tree here. Another tree behind.Whoa. Where is it? Yes. Another one. And let's put another tree on that side. We need fresh air, by the way. And another one here. Two is more than enough. Let's acquire main building current. It's already placed. Ah, okay.Courtyard, do we have anything? Nope. Building, also placed. Landform, landscape, companion, Paimon. Can we place Paimon? Seriously, we'll put her here. Yes.Place. Animal? Nope. Main building? Nope. Do you have anything? Nope. Outdoor missing component. Ooh. Okay. Some of your shells yet to be saved. Would you like to save them before exiting? Of course! Nice. Do you have trees? What is this? Hi, Paimon. I placed you here.I placed you here. 何か興味のある話題はあるか一緒に Nope. You talk too much about it. Good morning, Paimon. Oh, おはよう、オイラ。Goodbye.
forge. Whoa, we have our own forge also. Nice. Nice, nice, nice. I think we can accumulate it more. But Paimon place is wrong. Actually, I have to put her in the front. Maybe here. Right? Oh, sorry. Come here, Paimon. How do I edit? Pan, regular rotation. Hey! We have another stuff, I think. Yeah, small, small. Just put a little bit here. Save. But how to change? I want to edit her. What the hell? Getting furniture, please wait. Pan camera. How do, I think I can choose the mouse. Where is the mouse? Yep. You can't choose mouse. The hell. Pan camera. Richard camera angle. Also placing furniture, please. What the hell? I think I cannot change, maybe. Let's check serenity pot. Next, next. Yep. Guy the whole thing. Where is serenity pot? Next. Yes, we already did that. What do we have here? Ooh. New stuff. We learned new stuff. Nice. So let's check. I don't think I have the right material. Maybe it's inside the building. I have to go inside maybe. Where is it? What's up? I will not read the whole thing. What should I do next? Ha, not marketing. Come on. Let's get inside. Ideal teapot. Nice. I think we finished the quest. Let's enter our mansion. My mansion. I think we can place. Yes. Decoration. Okay, this is already placed. Oh, so this is already placed. Oh, what's the point? Still lacking a lot of stuff. Oh, companion. We can put companion. Hello, baby. Let's put this baby here. Maximum number of companion invited. What? Only one? How do I remove her? I don't want you. I don't want you! Jeez. I hate this. Create, set, regular rotation. Let's select. Ooh. So you can, okay. Reset, rotate, place, reset. Thank God, I know now how to change. Now for the companion, I need the hottest baby here. Where is she? Yes, you baby. Once I come inside the building, the first thing I need to see is you. Where is the main door? What the fuck? Oops, family friendly. Okay, I'll put her here. Save, then leave. No, no. This is the door and don't show us your ass. Okay. Baby. How did I access it? Yeah. So we need to make you the first thing we see. Hello, baby. Saved. Large furniture.
Okay, so you'll put it here in the middle, I think. Do you have anything else? Nope. Oi! Wine clock, a detailed step-by-step blueprint for setting wine o'clock. Nice. Okay, what about these? Chandelier, all this I think is already placed by default. Again. Yes, indoor set. What material do we need? We need a chair, we need a table. And... we don't have these. Unfortunately, I think we can get it later. Hi, baby. Oya, konna toki ni watashi no tokoro o tatsunete kuru no kohon. Yes. Do you like it here? Mochiron desu. Kankyou mo setsubi mo saijoukyou no mono. Jitsu ni kaiteki na sumai desu. We will create a bed upstairs for you and me. You and me. Kaiteki sugite, kaetta ato no rakusa ga. Then shouldn't you leave before it's too late? You can stay forever. No. Hontou desu ka? Yes. Konna ni suteki na basho. Yachin mo harawazu ni sumi tsukerareru nante. Watashi wa yume o miteiru. You'll never pay in your entire life as long as you're in here. They're good, they're great archaeologist's pride. Tada de sumawasete moratteiru ijou, monku wa iimasen. Dewa, watashi mo iroiro kangaete, anata ni merito wo ataemashou. I think I know how to repay me. For free. We'll discuss you and me later alone. Okay, baby? Good girl. It's all empty. Empty. Hello, table. I don't think there is anything here. But let's see. If whatever is coming, that dude bringing rare stuff, then it's okay. Now I need to change Paimon. Come here, Paimon. Where the front place? Hey! What the hell? Why is the camera sucks? Okay. Where is the front, by the way? This, I think? Come here, companion. We have to put her like this. Placed. Save and just get out. Yes! Paimon! Hello, Paimon! Can we get somewhere outside also or just... What the hell? Companion. Can we place another one outside? Let's see. Not this dude. We need this babe. Okay, only one. Jeez, that sucks. Let's see the accelerated manipulator. I hit. This is like a bug or something. Unlock operating trust rank 5. Okay, I think it's time to get the hell out. What is this? Ooh. He's behind me. Oh, there is someone. Why he is hiding? Come here, you asshole. わしは人海の奇神君なり、四方を運遊すは世にも珍しい宝を探すため。What do you sell here? 回帰は強いて求めるものではない。すべてを縁に任すのじゃ。Okay, so we have 50 only. Subspace Bodrek Frangi Poop? Nope. We don't have sufficient materials.Well, we don't need this. So nothing to buy. Anything else? Floating aboard. Check the map list.
Okay. So right now we can choose. I didn't see that. Liu. Correct. Okay, let's get back to where we came from. So it's time to finish the Serenity Port part 2. I think there will be maybe part 3 maybe. Let's see. No. Okay, there will be only this quest. We'll do it later. So I'll finish this episode here with Bad Boy Fams. So see you in the next one. Bye.